ヤガチャガチャンネル。あん、止まれ止まれ、どういうことだ。あ、どういうことだ。止まれ、行くなってこと、行くなってこと。行きたくなっちゃうじゃん、男の子だもん。死因なんかないの。なんか戦ってんね。死んだわ。止まれ、止まらない、止まらない、止まらな。え、合流したけど、さっきの道と。え、なんやったん。止まれって言われて心底わーっとしたけど、特になんもなかったけど、特になんもないよね、特になんもないよな。でも評価数すげえ高かったよな。さてさて、この先城があるぞ。城？城？これが城？ふざけんなよ。ん？この先城があるぞ。どういうことだろう。まあでもこちら側、あ、出口っぽいか？もしや出口っぽいか？もう迷路に塩素ガス流して終わりでいいんじゃないですかね。あ、いいんじゃないですかね。あの、俺逃げた後でいいですかね。さて、よいしょ。伝説の戦士のソウル。おわ、お前か。かまっても価値がねえやつだ。お前らはもうかまわんぞ。お前らをいくらかまったところで。この先、え、何？この先の敵弱点は頭にあるぞ。頭にあるぞ。ちょっと見に行くか。あとはロングソードに持ち帰っておくか。で、そこにアイテム。あ、人いる。おお、いたな、お前な。スキちゃんみたいな声してるな。で、鉱石のかけら売られてる。こいつ、ここまで来たら鍛え放題だな。なるほど。旦那様知ってますか？この坑道の一番下には竜の骨が多半と埋まってて、そこに竜神を祀る神殿があるそうですわ。スキルビルの旦那の受け売りですがね。足はとてもそんなところには行けません。後ろからなんか来てるけど。クマムシの野郎なんかにあった日にはビャビャっとちびっちまいますからね。うん。何やかしはいけねえ。で、そこは多分上から来るでいいんだよな、多分な。すごい溜まってた。大行列、やべ。どうしよう、一回くぐり抜ける。ヒュッ、あ、できねえ、助けて。あ、開けてくれた、親切じゃんね。それはワイルドだよね、ホームレスだもん。はい、んで、おーい、はい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 、楽しいですね。んで、アイテムだけ拾って、下に落ちる意味、価値はない。なんでそこ、わーらら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 ら、よいしょ。ね、俺の歌声によって、世界は平和になったと。硬いから構う気力がなくなったと。で、ガンムシフィスティバルですね。第1回ガンムシフィスティバル、お前。おお、あんたか、また会ったな。そう、警戒するなよ。前のは悪かった。これでも反省してるんだ。そうだ、こういうのはどうだ。あそこのお宝発見したのは俺が先だが、あんたに譲ってやる。それにあんたがお宝に近づくまで俺はこの場を動かない。悪くない話だろ。俺だってあんたと仲直りしたいのだ。100裏切るじゃん、お前。あれな、取ったら大変なことになるんだろ。運がなかった。
方諦めてくれ。約束通りその宝はお前のものだ。それじゃあお幸せにな。あーなるほどね。ただいま。おし、あいつ追いかけるぞ。立ち位置そこ。あんたすげえな。今回は違うぜ。偶然だ。あんたの運がなかったんだ。それに結局あんたは無事だ。ノーカウントだろ。ノーカウント。お前大月か。お宝だ。取っといてくれよな。なで、あ、意外とお前キーアイテムくれたじゃん。炎に対する防御力上がっちゃったよ。まあ運がないのはしょうがないさ。諦めな。この幸運のパッチもついてるんだしよ。お前ショップとして優勝じゃなかったら殺してるからな。もちろんだけど、助けてもらえてることに感謝しながら生きてけよ。毎日生に対して感謝しながら生きてけ。で、鈍色のかけら。さーて、まあ今できることはしっかりと詰めて登っていくことぐらいか。さあ、遺跡の塊で、名もなき勇者のソウル。行き止まりだ。行き止まりだ。そこ、なんもないか。ようこそ。なあ、どうもありがとう。ようこそ。ここはなんもないね。じゃあダメだ。じゃあどこだ。見てるとやりたくなってきますね。あるかもしれないですね、それはね。まあ言うてもね、私本当に初見プレイなので、なんか見ててなクソがっていう風にイライラするところもね、あるかなとか思うんですけど。で、この下ありそうっちゃありそうだけど、あったかいんだからと。で、一回下がってメッセージ。忘れるな、先に進めばいいんだぞ。これさっきくぐり抜けてきたところのはずなんだよな。でもあそこに宝があるってことはクマムシに関しては対応してないわけよね。で、高名な勇者のソウル、下には道があるが、あれは通った道だな。どこ？これめんどくせえ。はいよ、ありがとう。めんどくせえぞ。どこに向かえばいいんだっていうのが分かんねえことにはなかなか進展という進展が難しいよな。そこにいらっしゃるから、よいしょ、ここは下れるわけじゃん。うわあ、上だった。さっきのホームレスの上だ、これ。知ったとこだ。バッキャロー。戻るぜ。超戻るぜ。ういちょ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 。いい。はい、俺の勝ち。優勝。んで、アイテムだけなのか、ここは。まあ、アイテムだけだとしても納得みはあるんだけど。よいしょ。で、そうなるとよいしょ、こうだね。で、こわ、遮光のヒーターシールド2、遮光のヒーターシールド2、遮光のヒーターシールド、物理カット100の、お、あれだと全体的にカイトシールドより優秀じゃねえか。カイトシールドより中型の金属盾扱いやす、特に侵食の戦士の装備として広く。そうだね、これはヒーターシールドに持ち替えでいいでしょう。やっ
ったぜ。十何時間ぶりに盾更新されたわ。さて、結構大掛かりに見えるんだけどな、ここ。痛い、熱い。でもやることはないって言われたらそこまでなんだよな。ようこそ、ようこそここへ。あっち側にも道があることを見せてるわけだから、あっち側にも行かせたいっていうゲーム側の意思は感じるよな。向こう側、向こう側、向こう側、よいしょ。でこれに関して、あ、これか。これ自体もまだないってことは、でそしたら一回全部どいてーねー、どいて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 、あ、逃げて逃げて、はい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 、逃げて逃げて、逃げるか飛ぶかして、君ね、攻撃する前に飛ぶでしょ。それでもいいのよ、通過したいの分かる。ねね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 、飛べよ。今飛ぼうかなみたいな雰囲気出したろ。じゃあ飛べよ。飛ばないのかい。俺お前と今乳首ドリルみたいな状態になってるぞ。飛ぶのかい、飛ばんのかい、飛ぶのかい、飛ばんのかい、飛ばんのかい。ほらほら、これが乳首ドリルだよね。飛ぶんかい、飛ばん、飛ぶんかい、飛ばんかい、引くんかい、引かないんかい、落ちるんかい、落ちないんかい、落ちないんかいね、というところでございますけど、まあ必要なものは手に入ったので OK としましょう。で、こいつら全員抜けて、ハンドルは特に回せそうにない。さあ、また洞窟探索ですよ。また洞窟探索、ずっと迷子。お、ゴブリンがいるところまで来れました。よいしょ。まあまあまあ、基本的には刺して、ぶっ刺してあげて。よいしょ。この先蛮族に注意しろ、蛮族で。とりあえずみなぎ石のかけら、みなぎ石のかけらで、なんか光が飛んでるけど、この光が何なのかは分からず、まあそうなるとこちら側に行くしかないと。蛮族、ああ、またこの光ってるやつだ。そんなことある？あいつ爆発すんの？罠は避けろ、罠は避けろ、罠は避けろ。ん？あ、これさっきの向こう側か。で、罠は避けろ。んー、徹底けて、徹底けてと。おっと。はい。頼みませーい。オッケー、みなぎ石。あー、あいつは消えてしまっている。あ、奥に逃げてしまっている。おえるパーンと言いたいが、強化の時間だ。オッケー。先人が教えてくれている。こいつらはただただやればいい。はい。もう一丁。オッケー。で、さらにもう一丁じゃ。しかもちょっとでかそうにも見えないこともない。あ、スタミナがない。なにこれ、やば、強化の時間じゃん。マジかよ、こんな楽園があんのかよ。いや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 、石が足りないんですよって言った時代が終わってしまうよ。もう終わっちゃった。読んでくれてありがとう。いや、まあなんかそんなな。でも逆に言うと、これはボーナスの隠し通路だったってことか。あと思った以上に倒せてねえな。はしごがあるわけでもないし、もう一回これ自体は終わっちゃってるから、まあダンジョンにもう一回潜りに来りゃこの続きもっていうのがあっただろうけど。ん、ちょっと待ってよ。そこのところから行って、よいしょ。で、
また石か。おめでとう。さて、こんなもんか。で、もう飛び降りるしかないで、いいよね。さあ、ありがたかったはありがたかったんだけど、道を探してるんだよな。正規ルートに行きたいのにずっと迷子のままなのよ。それをどうにかしたいんだが、どうしたもんかな。撃つ、これか。来た。さあ、これでどうなるね。竜の剣のロングソード、竜のロングソードにしたらね、あの属性がつくようになりましたね。で、乗ってもう一丁、上に行くんだ。これはショートカットかなんかか。さあ、どこに出る、全然ピンとこねえけど。あー、序盤じゃん。最序盤じゃん。やば。これはね、結構序盤で来たところですよ。なんでこれで下から上に持ってきたから、もう来やすくなるってことか。ってことはずっとそこの隠し通路だったんだな。で、これは未だに動かない。まあでもこれによってもう上と下の行き来ができるようになるんじゃねえかな。だから一回あれか、帰ってもう一回来れば、まあちょっと調べやすかならわなみたいなことよね。ってことはずーっと本編の道じゃない道だったんだね。しんど。あー、ごめん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 。よいしょ。はい、さあ、んーで、さーて、ってことはこっちの進路で合ってて、あいつはやる。え、なんで。えい、もう一回。オッケー。で、おお、まさかの回収もできたね。さて、そっか、前回の死から死んでなかったのか、ずーっと長いことやってたけど。そうかそうか。ああ、びっくりした。じゃあ違うルートの探索が今は一番大事だね。ようこそ。で、そこに穴があるが下に道は、そこに愛もなければ道もなさげない。なさげだね。これは落ちたらダメ。でもこれ下に降りるルートを多分探してあげなきゃいけないんだと思うんだけど、それとも外かーが下に降りてるわけだから、あそこから近しいところに行けたのか。確かにさっきあそこ見たもんな。だからショートカットできるようになったから、もうそこ付近は行こうと思ったら行けるんやでみたいなことかしら。いや、ガチで攻略サイトとか何も見てないからわからんよな。でもそれで行くと、ここが一つのフックになってて、下に降りることでって感じはするよね、雰囲気的に。やば、今回配信始めて3時間もやってんな。なけ。で、意味があるかないかは分かんないけど、上に送っといて、こっちがさっきの強化の時間だでしょ。だからこっから降りたのが正規ルートだとするんだったら、そう、おそらく動かないやつはエレベーター呼ぶやつだと思う。こっちが正規ルートになって、理論上ね。で、こっちが正規ルートになって、ガチ迷子じゃん。
で、そうだね。再生車で炎に耐える指輪にして、で、死ぬ。待って待って、バカ。全然炎に耐えないじゃん。全然炎に耐えないじゃん。期待外れもいいとこ。あんなにも耐えないかい。いやー、これちょっとどう通るか調べないと分かんないというか、もうちょっと時間かけないと分かんなそうだな。というわけで一回帰って強化がどうなりそうかっていうのをちょっと見ていきたいなと思います。ダメだ、強化できねえ。なるほど。ってことは竜のロングソードの方が炎属性はつくけどっていう感じか。行動の鍛冶屋は全部の、え、あ、なるほど、ありがとう。行動の鍛冶屋に行かなきゃいけないのか。よいしょ、なるほどね。要はあそこの鍛冶屋とじゃできることが違えのか。じゃあどうせだったらプラスの値で考えても強い方で鍛えるべきだよね。一回行動を見に行ってみるか。お前この時点で売ってくれてんのか。なるほどね。よいしょ。でだと。で、武器を強化する。おお、出た。で、竜のロングソード。竜石のかけら。あー、竜石のかけら必要なんだ。竜石のかけら、うわー、遮光のヒーターヒールシールドに関しては見たことね。いや、なことねえぞ。倉庫にあるんじゃねえか。とりあえずロングソードが6、祝福されたロングソードってのが見えてきたけど、待てよ、鉱石のかけら、鉱石の大きなかけら、まだいける。で、まだいける。もういけないか。大きなかけらと塊が必要になっちゃったもんな。で、竜石の塊取りに行かなきゃいけないのと、キリジに関しても、さあこれに関しては何かけた月の、待てよ、月影石、影と闇があるが、魔法攻撃になるのか。魔法攻撃になるのか。じゃあキリジ上げといて、で、カイトシールドはかけらで上げれる。まだかけらで上げれる。お、これはかなり強化ができるのではないか。これは武器の進展まだまだあるぞ。というわけで一回石全部持ってこ。それが一番楽でしょ。なのでこの状態でもう一回カジヤのところ行って何ができるかできないか見よう。で、カジの、まあ先に修理して、で武器の強化、ロングソードはもう所持数、そうだね、鉱石の塊がないからどうにもなんない。竜のロングソードも竜石の塊がないからできない。キリジに関してはいけない。ヒーターシールド、あ、ダメだ、この白雲石の塊が一個も持ってねえんだ。で、カイトシールドはかけらがありゃなんとかなるようだね。じゃああ、お前は売ってねえんだ。なあ、なんかこいつなんかソウルくれたらみたいな感じの雰囲気を出してくれる割に、出してくる割にソウル受け取ろうとしねえんだよな。まあ、これももうちょっと進んだら調べてみるとかでもいいかもしれないね。
と強化でカイトシールド鉱石かで鉱石まだいける、鉱石まだいけるで、大きなかけらが必要になっちゃったか、大きなかけらか、ソウルでねなんとかできるんだったらいくらでも金の力で物言わせて強化するんだけど、大きなかけらは売ってないよね。そうよね。まあ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 、今できる強化はこんなもんってことだね、逆に言うと。なので改めてではあるけど、まず邪魔だから全部預けるじゃん。心配してたで、もう全部一回適当に預けちゃって、中で、これ自体は並び替えもデフォルトでやって弱い順に並べといて、でなおかつ強化ですね。さーて何を伸ばそうかな、なんですよね。技量は物理防御力を上げて落下によるダメージの軽減、スタミナ装備終了一部の耐性値、最大 MP と魔法記憶数、アイテム発見力と一部の耐性を高めます。魔法を上げてもって感じするよな。スタミナ体力、もう王道に守りを固くする。はい、というところで、こんな感じで、やってみましたが、今攻略の糸口の整理として、認識しとかなきゃいけないところとしては、やれること自体は、卓自体はあって、まずこの5個目のダンジョンがまだノータッチ、虫が出ると思って、なので、そこをやってもいいし、今状況的には、ラトリア上部はまだちょっと厳しいと判断している。で行動の都ボスにあったんだっけ、違う、行動の都行ってて混乱パニックになってるっていう状態で、ここに関してはまだ攻められないって状態なので、まあ分かりやすいところで言ったら先にここ行けよって感じにはなっちゃいますよね。なんか虫が出そうで嫌なんですけど、まあなんですが、次回はこの墜落の淵、攻め込んでいこうかなというふうに思っておりますというところでございますが、時間的にももう今なんだかんだでライブ配信3時間半ぐらいやってるので、ちょうどいいところかなと思いますので、今回はここら辺で収録の方を止めていきたいのかなというふうに思っております。というわけでプレイ時間は14時間37分というところまで来ておりますけども、まだまだゴリゴリプレイしていく予定なのでよろしくお願いします。